こんにちは、ヨスです。本日3本目なんですけれども、クリスマスセールなんですが、エンバートーンがですね、音源クリスマスプレゼント的に音源配ってます。あと、製品がさらに 25% オフ安くなるよというコードも、配ってます。エンバートーンのサイトに飛ぶとこんな感じで、ここ最初にこれ出てくるから、ここでここクリックしてください。そうすると無料音源に飛びますが、最初からこの無料音源のカテゴリーにはまだ入ってないので、無料音源のカテゴリーからは飛べないんですよ。今のところからしか飛べないようになってるので、サイトのトップページのあの画像のところからクリックしてここに飛ぶと。でこれはそのまま、フリーでアドトゥーカートで会計してもらえます。でまああとはまあなんか他に買い物するんだったら、これエンバージョイ22使ってねと、まあ、チェックアウトで 25% 引かれますよと、いう感じです。音源は、聞いてくださいすごく、楽しい音源ですね。まあエンバートーンらしいちょっと遊び心のある音源になってます。こういうので例えばクラシックの有名な曲のワンフレーズとかをね、なんかギュッとハイスピードにしてやるとなかなか面白かったりだよね。そういう感じで、ね、それでまあそれを着信音にしたりとかすると、まあ、なかなかユニークな着信音ができたりするんだけど、非常にまあなんか可愛らしい、ちっちゃいモンスターの歌声というかそういう感じなんでこれはいいと思うよ、持ってたら使いどころは全然ある、ので、まあもらいに行ってみてください。で次はねちょっとね紹介しようか迷っててやめてたんですけど、まあ多分皆さん土日お時間あるんじゃないかなと思ったので、一応紹介だけはしとこうかなと。まあなんでかっていうと、ちょっとインストールして使えるようになるまでがめんどくさいのでっていう感じなんですよね。でまあめんどくさい割にはあんまり別に音的にかもなく不可もなくという良くも悪くもなんともないみたいな感じなので、薄味だったので、まあまあまあ、ちょっとまあお時間ある方だけという感じなんですが、VST アラームというところ販売店で無料配布してるんですけれども、ピグメンツ4用の、まあ、ピグメンツ用ですね、プリセット集無料配布してます。でまああと2週間ぐらいあるので、まあ、年末年始お休みある方はこたつに入りながらでも、のんびりやっていただければという感じなんですけど、これねまずちょっと、買い方がめんどくさい。まずここで VST アラームでチェックアウトしてください。で購入手続きをするとメールが送られてきます。でそのメールの中にこのプリセット集を作って販売している本家の方のウェブサイトが記載されていて、あとクーポンコードも記載されているので、まあ、まずその指定のウェブサイトに飛ぶと、まあ、こんな感じのところなんだけど、ハイドラテックっていうところなんだけどね、小さいところね、で今ここでも、まあ、セール中で20ユーロ、約20ユーロが、まあ、約12ユーロで販売されていると、まあ、こっちもセール中ではあるんですが、ここで普通にバイナウすると、まあ、送られてきたクーポンコードも一緒に入力して会計すれば0円になります。0円で購入してもらえると。で、そこからまあまあメールがダウンロード、送られてくるからダウンロードして、そっからがまたちょっとめんどくさくって、ダウンロードしたファイル、圧縮ファイル、回答するんですよ。で回答したらまず、ピグメント4のまさに今1個前の動画で僕が紹介したサムネをデコって遊ぼうっていうね、まあ、それ用のサムネ用の画像がまず中に入っているので、それこれなんですけどね、これをここにコピペしてきます。でパックスの中でね、でコピペしてきて、そしたら、ピグメンツ4を立ち上げてインポートするんですよ。ピグメンツ4の一番左上にのメニューのところにインポートってあるから、そこから音源をインポートするのね、プリセット集を、回答したプリセット集をインポートすると別途、新たにこのユーザーの中に新しいファイル、ピグメンツ4用の新しいプリセットファイルが、
新規で作られるので、これでもう一回まあ再起動して使え、再起動しなくてもいいのかな、まあ、使えるようになります、うん、でそしたら回答したファイル、インポート元のファイルはもう消していいです。そっちを読みに行ってるわけじゃないので、新しくちゃんとこっちにこさえたファイルを読みに行ってピグメンツ4では動いてるので、元のファイルはもう消しちゃって大丈夫。だから圧縮ファイルだけ、まあ、バックアップとしてね、取っておけば大丈夫ね、うん、という感じで、まあ、かなり手間です、でサウンド的にはね、まあなんか可もなく不可もなくというか、まあなんかすごくアイディアが感じられるような音じゃないので、表に使うというよりは裏方に回したらいいんじゃないかなという感じですね。だから例えばなんかこうアレンジ的にさ、まあ、曲の途中でキックだけでドン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 みたいなね、キックのみでこうちょっと演出してるようなところにうっすらとね、こう弾いてたりとか、まあ、半ば環境音的にうっすらこう裏方で埋めるパッド的な役割として考えて使っていくといいんじゃないかなと。派手派手しいような、なんかこうフィルターの動きとかそういうのがはあんまり目立たなかったから、うん、なので、まあ、そんな感じで、うん、使っていくためのものとして入れておくといいんじゃないかなと。まあ、今言ったようにちょっとめんどくさいので、まあ、頑張ってください。興味のある方はね、ちょっと、チェックしに行ってみてください、ということで終わります。ご覧いただきありがとうございました。よろしくお声がちゃんとよろしくお願いします。ヤスでした。では皆さん良い週末をお過ごしください。